ここが難しくなってますよね、今ね。そうですね。まあ、僕の場合はすごく単純明快で、まあ、テレビで活躍するようなアーティストの方々ではなくて、実はその下にもうちょっとこう、ストリートレベルでやっている。ただし、決してアマチュアだったり、新人だったり、これからっていう人ではなくて、もう何十年もずっとやり続けてる、まあ、技術がある人。ミュージシャンに限らず、例えば PA のエンジニアさんだったり、フェスのエンジ、あの、武漢の方だったり、そういう方も今、僕の中では対象になっていて、サポートしてる状況ですね。やっぱりプロがいなくなっちゃうと終わっちゃうっていうのそうが、ですね。まああ、ずじあゃ、るので。ぴったりじゃないですか、俺に。いやいやいや、技術って言った時点で今、段長違うなって今。そう、技術ありますよ。そこそこ。技術がある方はもう、ぜひっていう感じですね。ちょっと、菊池さんに、会長の菊池さんにもう一度お話、どうでしょう、今、この対馬さんのような行動みたいなものも含めて、何かこう連動するようなプロセスって取れたり、今度できないんでしょうかね。先ほど、島さん話したように、ミュージシャンの方だけではなく、スタッフの方も本当に困ってるんですよそうね。ですよね、その辺をどうフォローでしていくのがいいのか。そうしないと本当に音楽、フェスだけに限らず、文化そのものがなんか失われていくような気がしていて、本当にこう、いろんなところとこう、繋がっていきたいなと思ってますけそうですよね。それじゃやっぱりこのレディオナインを作ったからには、ど。こういうところの場にしたくてね、やっぱりなかなか普段話したくても話せないそうとこなんろでが、す。会いたくてもそう会えななんかっでたみす。たいなものがつながれば、何かこう、打開策、解決策出てくると思そううなんんでですすよね。ね。まず一回こういうふうにフラットにこうね、つながれるっていう機会がなかなかなかったから、まずその機会を得てるっていうのもすごいんで、まあだからこういうところで、やっぱり今は答えは出ないけど、もう本当にいろんなヒントのね、粒はいっぱい飛び交ってるわけだから、何かね、今話しただけでも結構なヒントがあるような気がですしよたし。ね。土屋さん、結局、あの日があったので、グレーはまあ、毎年ずっとベネチアでライブやってましたけど、やれなくなっちゃってるじゃないですか。具体的にで言うと、なんかやっぱ当然、イタリアももちろんそういうものをまあ今求めてると思うんですね。みんなライブも見れに行けない、いろんなこう楽しいこともできなくなっているっていう。何かその打開じゃないですけど、そういうことを始めてるような、なんかそのミュージシャンだとか、そういったものの情報って聞いたりしますか？そうですね、もう新しいビデオクリップとかも新曲を今出す人っていうのはもう家で、ゆうちゃんがこう画像に、この間のローリング・ストーンズのように、それぞれの家で音を鳴らしながらつないで、まあ、ビデオクリップを作って、とりあえず新曲発表するっていう人ももういらっしゃいますし。そうか。テルさん、それこそグレーとしては何か、まあ、具体的に何かこういうことじゃしていこうかみたいなことってあったりするんですか？いや、でもやっぱりこうオンラインでつなげて、まあ、海外でやられている、やっぱりこう、演奏を見てもらうのが、まずはやらなきゃいけないことであって、あとは過去の楽曲のミュージックビデオなんかを改めてこう見直してもらったりとか、まあ世代によっては僕らもう25年やってるんで、そのね、10代の子たちは見る機会は多分あまりなかったと思うんで、こういう機会にまた改めて10代の子だったりとか20代の子たちにアプローチして、で、まあ本当にこう先をね、まあ見つめて、今はまだまだこう大変かもしれないですけども、じゃあ1年後、1年半後、まあひょっとして長くなっても2年後とかに、その今やってることが実るようなことを、まあそれだけね、まあ体力があればいいんですけども、やっぱり体力のない方も周りにやっぱりスタッフとしてもいるので、そのサポートはしっかりとできるように、やっぱりチームとして、まず考えていければなと思うんですけどもね。やっぱイベントの方々も本当に今大変そうなので、なるべくそういうイベントの方々と一緒に何かこう、ね、人を集めて何か授業するんではなくって、オンラインでできるものを、新たにこう、やっぱりこう、頭をね、切り替えて、元来のやり方では今もう通用しないってことを考えていくのが、なるべく早くそれを見つけていくのが大事なんじゃないかなと思いますね。これ生々しい話で恐縮なんですけど、ドーム公演が中心だったわけですよね。そうですね。
キャンセル料は払うんですか。うわ考えたことないんですけど、これサラリーマンの方の払うんですか、の一生分の。おこれはやっぱり請求がいくんですか。いやでもそれは、まあ、今後の多分そのどうね、考えていくかですね。それはまあそのファンの子たちの安全を取ったという言い方で、まあ、それを何年かかけて、まあ、ファンの子たちにも協力してもらって、はい、それをやっぱこう、ね、ライブができるようになったら、とにかくライブをやってみんなにこう、ね、エンターテインメントを見てもらってっていう感じすることでしかないし、まあ、ライブやってないのにキャンセル料取られるとはちょっとこう、いや本当ですよね。と思いますけど、これちょっと、ね、やっぱりこう、ね、やっぱこういろいろといろんな方々がいたのこそ あのライブ事業だと思うので、それは、まあ、それで、ね、全部飛んだからただでいいでしょうっていうわけにはいかないです、ね。いかないんですよね。やっぱりね、そこに従事されてる方たちもいてっていうバランスですからね。全体を見渡していかないと、うん、やっぱどっかが逼迫して、で、そうですね、どっかがやっぱりこう、ね、活動できなくなってしまうと、その時点で、ね、多分進めなくなっちゃうんで、はい、で、ライブやりたい時に、その、一緒にやってた人たちができなくなった状態が一番ダメだと思うので、そこに至らないように、今何かできるかっていうことを多分考えていかない。やっぱ運命共同体っていうのはね、よく言いますけど、やっぱりイベンターの方々、やっぱスタッフ、やっぱ音響、照明とか、はい、いろんな方々が関わっての一つのコンサート事業なので、うそうですね。やっぱり全体目を渡していかなきゃなと思いますね。ちょっとね、これはまあ次回がいつって決まってるわけじゃないんですけど、次回できればなんかそういった方たちも僕らちょっと喋ってみたいですね。はい。照明とか音響の会社の方だったりとか、あとはもうそこに従事されてる方、今どういう状況に置かれていて、何をしていて、で今何に困っていて、ね、どういった形のサポートがあればなんとか、その収束まで耐えられるのかっていうのをちょっと知りたいな、正直。ね、やっぱ、ちょっとぜひね、まあ、なんかまたお友達のつてだとかいろんな形をね、辿っていって、またそこが繋がれればなと思ってるんですが。千田さん。実は今日工房にいらっしゃるということで、今日特別に許可をいただいて、少しちょっとそちらの中の映像も見れるのであれば、せめてそのなんかこのね、暗い話ばっかりになっても嫌なので、ちょっとテルさんの作品もたくさんあるってことなんで、ね、大丈夫です。大丈夫です。テルさんの作品見たいっす。時間もったいないです。時間もったいない。見たい。もうなんか少しでもまたアートを見て癒しになればということで、すごいな、すごい。これ。だからこれテルさんもあれですよね、ここの工房も行って実際そうですね、なんかこう作ったり、